記憶に残っちゃうようなレベルの人がたまにいるんです。ガラスの壁みたいですね。あ、そうこのチャンネルはアニメの裏舞台を知りたい人に向けてお送りしております。興味のある方はぜひチャンネル登録してください。今回はですね、ボールドっていう言葉がよく出てきます。ボールドというのはですね、フレコの時にアニメーションが間に合っていない場合に出てくる、セリフを入れるタイミングを記したボードみたいなものと思ってもらえると助かります。まあ具体的にはこんな感じですね。よくこれに載せられるなって思いますけど、この絵でも比較的マシで、もっと荒々で丸ちょんの絵だったりすることもあるんで、声優さんはすごいですね。声優さん狭き門だっていうのはもうすごく言われてますけど、はい、選ばれないと声優になれないわけじゃないですか。似たような実力の子たちいっぱいいると思うんですよ。なんか年齢でね、結構声って似ちゃうから、同じような年齢、同じような実力、同じような声質、最後は何ですかね。何が決め手になるんですか。性格とか見た目とか。何が決め手。可愛い方がいいとかあるんですか。僕はあんま顔見て仕事してないんで毎回現場終わった後、今日の何々ちゃん可愛かったですねみたいな意見が聞いても、それが服装から見てなかったなって思うことで、可愛かったですねみたいな話あるあったりもしますね。なんかでは僕声しか、声と芝居しか聞いてないんで、まあ職人ですね、はい、面白かったなとか、うん、確かにあの僕の iPad に今4000ぐらい台本入ってるんですけど申し訳ないことにほぼ覚えてなくて、役者さんを、あよっぽど良かったっていう子しかちょっと名前ごと覚えて、はいはいはい、その4000の台本っていうのはアニメーションじゃなくて、あ、僕の場合はアプリゲームの台本がすごく多いです。ということはその結構、ちょい役から有名どころまでいっぱいいる中で覚えてるのはちょっとだけ、ちょっとだけしか言って何がその覚えるそのトリガーというかきっかけなんですか。めちゃくちゃ上手かったとか、はい、例えばだいたいマイクのブーストの中とミキシング調整室が入れるじゃん、こっちの連中を泣かせたとかです、ね、芝居で、はい、大爆笑を誘った、はいはいはい、こちら側にこうインパクトがあるってことですか。そうですね、あ、これは触れないなという、このままで保存しておきたいな、期待を超えてきたみたいな、記憶に残っちゃうようなレベルの人がたまにいるんですよ。それっていうのは結構無名の人って言い方あるんですけど、あんまり関係ないです僕は、はい、そういう人またお願いしようかなって思います。それはただ単に役にうまく憑依してくれたっていうのともちょっと違うんですか。何でしょうね、何がトリガーになってるのかわからないんですけど、いろんな人の表現を地獄のような数聞いているんですけど、クライアントの方とかゲームだと大体いらっしゃるじゃないですか、うん、みんな基本お芝居に関しては素人なんですよね、うん、でもその人たちが涙こらえてお腹抱えて笑っちゃう思わずしんみりしてかわいそうってなっいちゃんとかっていう威力のものをやっぱ役者って作れるんだなって思う。なんかそういうものってアニメとかだと、まあ舞台とかもそうだと思うんですけど、テレビの映画とかドラマとかもそうですけど、なんか見た人の明日を生き糧になってくるっていうか、明日だけじゃなくて先を生きる人生の一部になってくれるっていう。ゲームの場合って一人取りなんですよ、はい、あ、相手がいない時が多いので、それでもその威力が出せるっていうのはすごいな。あとはまた頼みたいって言っても予算がって言われたそうですねそうですね、自分がアニメやっててやっぱ上手いなって思うのってどうしてもなんかねベテランの方多くて、一回だけ自分が書いたレイアウトのところ、まあ色ついてなくて、はい、レイアウト札だったんですけど、キャシャンかな、フリアさんが、はい、めちゃめちゃいい芝居当ててくれて、ちょっと書き直させてくれっつって、あの原画足したことはありますけど、プラスアルファでやっぱりそのキャラクターに芝居のっけてくれるって、いやすごいなと思って、なんか自分が思ってたよりやっぱりすごい上の芝居つけてくれる人って、いや意外と少なくてなかなか難しいんだけども、やっぱり上手い人っていうのはこう思ってたっていうのとちょっとだけ ずれるずらしてくれる、でそれがさらに上に乗る感じなのよ、ずれるっていうより斜め45度上にビッて、やっぱりそれがすごいね、よかったってすごいなってやっぱ思いましたね。そうですね、その時に思ったんですよ、これね、うまい声優さんって一角の中で転調があるっていうか、感情の揺らぎがあってなんかそこがすごくいいっていうか、あの逆に良くないっていう言い方は分かんないですけど、なんか動きつけにくいなって思う人の声優さんの芝居ってなんか一本調子っていうかね、あの抑揚ではあるんですよ、抑揚はいっぱいあるんだけど感情が一本調子だからすごい動きつけづらい、つけるタイミングが分からないっていうのは結構やっててありましたね。今あの声優さんが先に音というか声入れて
そうです、ね、そっから聞いてあの、はい、アニメを起こすことも多くて、昔は逆が多かったんだけど、アニメの場合は本当一元の高低札にボールドで手を当てていくので、そうですね、そういう意味じゃやっぱちょっと動きつけづらい声優さんとつけやすい声優さんっていうのはあるんですけど、その辺ってみんなどういう風に勉強していくものなんですかね、あのキャラクターへの理解度なんですかね、入り込み具合なんですかね、ちょっと分かんないですね。僕は全然違うアプローチをとっていまして、はい、まあ、あの演出つけるときなんですけど、日本語の演劇のテキストって8割から9割方、後半の文章が前半の文章に対して感情の回答をでき作れられるように作られてる。だからこの文章で言うと、はい、西井さんが一番言いたいことって、はい、ここじゃないですか。あ、そうですね、そうかもしれないですね。って考えると、これを一番言いたいから、はい、この文章があって、はい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 、これを言うためにここが発生してるんですよね。なるほど。これを展開っていう言い方をします。へー、要は最後に結論があって、結論ありきで、はい、前が説明、やっぱ人間って喋りながらでも答えに、だから例えば1個目のセリフ、まあ、3行があるセリフが1行目が笑ってたとするなら、3行とも笑っちゃうと一本上司なんですよね。1個目が笑ってたとしても、2個目がそんな笑ってる自分がバカらしくなってきちゃって、3行目に結果笑ってたけど泣いちゃったとかだと展開が生まれるじゃないですか、はいはい、曲で言うと A メロがあって B メロがあってサビがあるじゃないですか、はい、A メロだけずっと聴いてると飽きませんいやでもね、それってあの校長先生のお話ってなんで面白くないかっていうと、自分に話しかけられてる気がしないから面白くないらしいです、はい、あ、それすごい分かります。まず対象に話しかけられ、自分に話しかけられて、その上でこういうこともあってっていう情報量の加算っていう言い方をするんですけど、展開が生まれると B メロになって、サビが来て盛り上がって、感想があって、流れができるんですよ、はい、流れをもうちょっと上手くなっていくと、まあ、台本を俯瞰で全体像で見られるようになっていくと、前の人のセリフに答えを出すために自分があって、自分のセリフが次の人が答えが出せるように作られていて、一個のセリフの中で何かを表現するわけじゃなくて、他のキャストとか絵とか物語の中の起承転結、そういう立ち回り、役回りとか、なんかそういうとこ含めて説明すると、なんでしょうね、燃え上がってください、役者さん。たまたま僕があの会いたいする方がとても多くて。簡単に言うと、だから数字振っちゃってもらったりします。数字。1個目のその句読点の丸までを1とするなら、次の句読点の丸までを2。次のラストが3として、1、2、3って階段上りをやって。そうするとやっぱ盛り上がるんですよ、勝手に。簡単なのですけど、なんかもうちょっとその必要とされる情報量というか、はい、の足し算引き算はもちろん、まあ、演出の方で全体の舵取り含めて俯瞰で見てあげる必要はあると思うんですけど、アニメーターあるあるではあるかもしれないですけど、意外と動いてるカットの方が楽っていうのがあるんですよ。例えばだけど、まあ、泣きとか怒りとかは非常に、まあ、楽って言ったらおかしいけど、そのおまけ絵作りがしやすい1から10まである表現の中で1と10はまあ、あ、分かります。やりやすい、はい、劇場はすごく出しやすい。そうだから、その例えば1、2、3、4、5、6、9、10とあっても芝居の中でね 3.5 を表現しろって方が難しい。でそういうのってやっぱ声優さんも一緒なんですか。そのカットだけ、そのセリフだけ見てるとやっぱり難しい気がします。全貌で例えば 3.5 の怒りを表現するために必要な要素っていうのが全体あって、そこもその 3.5 の場所じゃなくて、その前後で表現していく。そうですね。あとはそのキャラクターの立ち位置とか、その人が 3.5 で起こることによって次の人たちが何らかの影響を必ず受けるはずなので、はい、あとはそこら辺で全体像を見てっていう感じですね。今なんか怒りすぎて次の人があのフォローに行けないから、次の人がカバーしても抑え込めるぐらいの怒りにあえてしてあげてくれる、もしくはもっと抑え込もうとしてくれる次の人に。さっきあの西井さんがおっしゃって、ものすごく上手い役者さんとって、僕ら的にミックスアップっていう言い方するんですよ、はい、モブの役者が舞台、はい、メインの人が、はい、メインがめっちゃいい芝居すると、いい舞台だとモブが頑張るんです。うちらの棟梁めっちゃやるやん、俺らあの棟梁をもっと引き立たせるためにガンガン頑張んなきゃいけないじゃないってなって、そうなっていい役者だとモブに食われるって気づくんですよ。ガラスの仮面みたいですね。あ、そうなんですか両方がお互いにいい作用を及ぼしていって、
結果的になんかよくわからないレベルのものがいいものってやっぱ感動止まりだと思うんですよ。でもそこ超えちゃうともう本当に圧倒されちゃうものができることがあるっていうか、僕が知ってる演出家は奇跡っていう言い方してたんですけど、へーすごいよ。でやっぱ一元のコンテ撮で予想をはるかに超える芝居を聞いて、いい方だと本当に絵を変えなきゃ足さなきゃって思ってくれる。今先輩でおっしゃってる方いました。ボールドなんか気にして芝居するより、いい芝居することに集中しなさい。いい、本当にそれがいい芝居ならボールドの方を変えてくれるから。あ、それもそうですね。まあでもそれを思うとなんか意外とアフレコ優先も悪くないなって、ちょっといまいち限定ですけど、スケジュール崩壊を認めるわけじゃないけど、まあでもそういうのもありかなっていう気しますよね。どうせならいいものっていうか、主観に立った自分がいいと思うものっていうより、うん、楽しんでもらえる。ですよね、笑ってもらえるものとか泣いてくれそうな、感動してくれそうなものを作ることに尽力したいっていう、まあ、あれですね、ロマンチストで理想家なので、その自分の流れとかいいから感動してほしいみたいな、ね、かりました。せっかく現場に来たんだから、せめてなんかいいものを取って返してあげたいとは思うんですけど、なかなかね難しかったりもするので、そもそもまあちょっと良くない客も多いですからねぶっちゃけこれでどうしろっちゅうねんみたいな、もうたまにあるから。いやもう僕はもうあれですから、傭兵みたいなものなんで、はい、与えられた戦力でヤンウェンリーっていういやまあ結局私もそうですね、それをやるしかないですからね。ないですね、はい、文句言っててもどうしようもないから、ね、文句言ってもしょうがないから、まあ、戦うっていう、やっぱ脚本が面白くて、まあ、役者が良くて燃えますよね、やっぱね。そうですね。